はい、皆さんこんにちは、オス。今回は棒術の基本技の中からですね、中段突きを、覚えることを目的とした内容で、説明していきたいと思います。はい、それでは今回もよろしくお願いします、オス。はい、それではですね、まず中段の構えからおよそこのような感じでというですね、流れをやってみたいと思います。はい、じゃあまた、いつものように見えやすい斜め向きで行ってみますね。はい、中段の構え、用意、構えて、えい。はい、それでは中段突きをですね、6本ほど行ってみます。1、2、3、4、5、6、ほう。はい、あおれ、えい。はい、流れとしてはこのような感じになります。はい、それでは行うにあたっての、動作のポイントについてですね、少し説明していきます。まず最初ですね、中段の構えに入る、ここまでは今まで行ったものと同じですね。この後ですね、引き落としの構え、このような形の構えに入ります。ちょうど自分の右手を水月の位置ですね、水月の位置にスーッと引いてきながら、後ろ側の棒線が下がっている形です。引いて落とす、引き落としの構えと言います。はい、まずこの中段の構えの状態から、突きを行うにあたって一度引き落としの構えに入ります。はい、この引き落としの構えから、足を進めながら突くわけですね。はい、そしてこの引き落としの構えから突く、この時ですね、まあ、最初中段の構えはおよそ前屈立ちでこのように立ってますけども、ここから引き落としの構えに入ってスーッと足を踏み出した時はですね、この立ち方は添え腰立ちと言います。添え腰立ちです。イメージとしてですね、まあ、通常一直線上にこう立つ四股立ちというね、立ち方があります。横向きではこうですね、まあ、縦にするとこういう感じですね。この一直線上に立つ四股立ちをおよそこの前屈立ちの横幅が、まあ、約およそ肩幅ですね、このおよそ肩幅の前屈立ち、このスタンスで四股立ちを行っているような感じです。ですので前足としては前屈立ちと一緒ですね。そして後ろの足が四股立ちの足、通常の一直線上にある四股立ちが前屈立ちのおよそ肩幅分前足が開いてずれている形になります。もともと中段の構えで構えている時は前屈立ちですから、その位置からそのまま前の足を踏み込んで四股立ちを作れば、結果的にこの一直線の四股立ちではなく、まあ、およそ肩幅の四股立ちが出来上がって添え腰立ちという形になります。はい、このような添え腰立ちという立ち方になって中段突きを行います。はい、そしてこの手ですけれども、水月に構えたこの引き落としの構えからですね、突くにあたってはスーッと棒の先を、この棒の先を相手の水月をめがけてしっかり突き込むわけですが、その時ですね、必ず手を絞ってください。手を絞って力を集約させます。そして後ろのこの棒ですね、後ろの棒はだいたい自分の腕の付け根、腕の付け根あたりにぶつけるような感じの動作になります。水月の位置から絞り込んで腕の付け根あたりにぶつかる形で添え腰立ちになって突きます。はい、そしてですね、最初中段の構えで構えた時は、まあ、前屈立ちですから、前屈立ちの状態で引き落としの構えに入って、そこから添え腰立ちになって突きます。そして2回目からですね、繰り返す時には2回目からはこの前の足をスッとこのように半前屈立ちの感じまで引いてください。練習する時の、まあ、一つの方法ですけども、最初構えた時は前屈立ちですから、前屈立ちの状態から引き落としの構えに入って添え腰立ちに入って1本目を突きます。でそのまま反復する際はですね、この前足を引いた時には前屈よりももう少しさらに足を引いて、およそ半前屈立ちのようなスタンスが少し狭くなっているところまで引いてください。
日本名以降はこの半前屈立ちから添え腰立ちになる形で、より足のですね動かし方を大きくするようにして反復をします。はい、今までの棒の動画の中でも説明してましたが、武器は手の延長、体の延長ですから、ただですね、棒をちょこんちょこんと突っつくように、扱うのではなく、体から出るエネルギー、体から出る力がしっかりと棒の中を流れてですね、棒の先まで伝わって相手の体にズドンと、ね食い込んでいくような気持ちでしっかりと力強く打てるようにしてください。もちろん力強くといっても肩にこう力、不自然な不必要な力が入って力んでしまってはいけませんけれども、自分の体から生み出した力がですねしっかりと相手に棒を介して伝わるようにしっかり突き込むということが大事です。それから棒を打ち込むにあたってですね、気をつけてほしいことの一つに、この打った時ですね、しっかりと棒を水平にするというですねことを、押さえてください。打った時に、棒の先が上がってしまったりまた下がってしまったりではなく、しっかりとですねこの突き込んだ時にはおよそ棒が水平になっているようにですね、心がけてください。自分で見て水平で打ってるつもりでも意外と少し棒の先が上がったり下がったりってことはよくありますので、稽古の中ではですねただ自分から見た、感覚だけではなくですね、実際に鏡とかまた窓に映る姿を、確認してですね、外側の客観的な目でですねチェックをするということもとても有効です。それから気合についてはですね、突くときにはですね投という気合を使います。打つときにはえいという気合で打ちましたけども、突くときには投という気合のもとに打ち込むようにしてください。これは気合のかけ方としてですね、きちんと定められていることですので、ただなんとなくどんな声でも出せばいいということではなくてですね、打つときにはしっかりとえい、突くときにはしっかりと投という掛け声のもとに、気合のもとにしっかりと体からの出る力がですね棒の先まで伝わるように心がけてください。はい、それでは最後にですね、例から始めて中段突きを行い、そして例で終わるという一連の流れをですね、やってみたいと思います。はい、それではえい、中段の構え、用意、構えて、えい、はい、引き落としの構え、はい、中段突きいきます。では10本ほどやってみます。1、はい、2回目からは半前屈立ちです。2 3 4 5 6 7 8 9 10 10、それではこれで今回の動画は終了になります。はい、本日もありがとうございました。